お世話になっております、マサルです。今回はとうとうこの話をする日が来ました。ポート番号です。ポート番号というのはアプリケーションを識別するための情報です。コンピュータは様々なアプリケーションが動いています。データを受信した時にコンピュータ内のどのアプリケーションにデータを渡すのかを判断する必要があるので、ポート番号が利用されています。ちなみにルーターやスイッチについているこのような物理的な接続口のこともポートと言います。ちょっとややこしいのですが、今回お話しするポートはアプリケーションを識別するための情報です。物理的なこのようなポートの話ではないので、混乱しないように気をつけてください。それでは具体的にポート番号の話を進めていきます。まずはカプセル化を思い出してください。各階層はカプセル化を行い、送りたいデータに制御情報をつけていきます。 L4 ヘッダでポート番号の情報をつけて、 L3 ヘッダで IP アドレスの情報をつけて、 L2 ヘッダで MAC アドレスの情報をつけます。ちなみに今回の場合は L2 ヘッダのトレーラーは関係してこないので、図には記載しないことにしています。このようにカプセル化された情報がどのように相手に届くのか見ていきます。今回はPC からインターネット上にあるウェブサーバーにアクセスする流れを見ていきます。なお、ウェブサーバーは HTTP を利用して通信するので、ウェブサーバーとして80番を使っていることにします。 PC からウェブサーバーに向かって通信を行います。まずカプセル化されたデータはスイッチに届きます。スイッチは L2 ヘッダに含まれる MAC アドレスの情報を見てデータを送り出します。インターネットを利用する通信なので別ネットワークに接続することになります。なので次はデータ自身が属するネットワークのデフォルトゲートウェイにデータが届きます。データを受け取ったルーターは L3 ヘッダに含まれる IP アドレスの情報を見て送り先を決めます。インターネットの世界を抜けて接続先 IP アドレスが属するルーターまでデータが届きました。ルーターは IP アドレスで送り先を判断しデータを送り出します。サーバーの最寄りのスイッチまでデータが届いて、スイッチは MAC アドレスの情報をもとにデータを送り出します。ようやくサーバーまでデータが届きました。サーバーは L2 ヘッダの MAC アドレスの情報を見て自分の MAC アドレスと一致するかを確認して、 L3 ヘッダで IP アドレスを確認して自分の IP アドレスと一致をするか確認します。さらに L4 ヘッダで動いているアプリケーションの中でどのアプリケーションにデータを渡すのかを判断します。今回の場合は宛先ポートとしてウェブサーバーへの通信80番という情報が入っているはずなので、ウェブサーバーに向けてデータを渡します。このような流れでデータは PC からサーバーのウェブサーバーのアプリケーションまで届きました。ここまで PC からサーバーのアプリケーションまでの通信の流れを見てもらいました。ただ HTTP の通信であればウェブサーバーはトップページの情報を PC に返すことになります。では帰りの通信も見てみましょう。ウェブサーバーのトップページの情報をデータとしてデータをカプセル化します。カプセル化が終わったら PC がサーバーに送ってきたのと同じように IP アドレスと MAC アドレスの情報をもとに PC までデータが届いていきます。 PC では L2 ヘッダの MAC アドレスで自分の MAC アドレスが一致するかを確認して、 L3 ヘッダで自身の IP アドレスと一致するかを確認して、さらに L4 ヘッダでポート番号を確認します。ポート番号はアプリケーションを表す番号です。どんなアプリケーションを表すか皆さん想像つきますか？この時 PC が受け取るポート番号には基本的にはウェブブラウザを表すポート番号が入ります。 PC の中でも様々なアプリケーションが動いています。様々動いているアプリケーションの中でどのアプリケーションに対してデータを渡すか、クライアント側でも同じようにポート番号を見てデータを渡します。クライアントにもポート番号があるおかげでクライアントは複数のウェブブラウザを同時に利用することができます。複数ウェブブラウザを起動していたとしてもそれぞれポート番号を持っているので正しいウェブブラウザにデータを返すことができます。ちなみに Windows 環境であれば利用している PC のアプリケーションのポート番号はコマンドプロンプトを起動してネットスタットコマンドで確認することができます。IP アドレスの後ろについている情報がポート番号です。一度試してみると面白いと思います。それではポート番号がアプリケーションを識別する番号であるというイメージがついたと思うので、ポート番号の種類についてお話ししていきたいと思います。ポート番号は大きく2つに分かれます。 Well-known ポートとダイナミックポートです。
まずはウェルノウンポートから見ていきます。ウェルノウンポートは0番から1023番までの番号が利用されます。広く利用されているアプリケーションはウェルノウンポートとして基本的には決められたポート番号を利用します。 TCP のウェルノウンポートとして HTTP が80番、 SSH が22番、 FTP が20番、21番を使う。このように広く利用されるアプリケーションはウェルノウンポートとしてポート番号が決められています。例えば HTTP を使ったウェブサーバーをインターネットに公開する場合はポート番号80番に対してクライアントからの通信を待ち受けることになります。クライアントはポート番号80番に向けて通信すればウェブサーバーとしてのサービスを提供してもらえるということになります。次はダイナミックポートです。ダイナミックは日本語で動的ということもあるのでダイナミックポートのことを動的ポートということもあります。ダイナミックは状況に応じて変化する柔軟性があることを意味しています。なのでウェルノウンポートのように特定のアプリケーションが固定の番号を持つことはありません。ポート番号は 49,152 から 65,535 までの範囲で状況に応じて利用されます。ダイナミックポートは主にクライアントが利用するポート番号です。先ほど2つのウェブブラウザの話をしましたがブラウザ A はポート番号50,000番、ブラウザ B はポート番号60,000番、このようにアプリケーションに応じて動的にポート番号が付けられます。クライアント側のポート番号はウェルノウンポートのように固定して決めておく必要はありません。ダイナミックポートを決めてくれるのは OS の役割です。 OS がその時の状況に応じて重複が起こらないようにポート番号を振り分けます。クライアントは OS が決めてくれたポート番号を送信元ポート番号にしてサーバーにデータを送り、サーバーはクライアントから指定されたポート番号に向けて応答のデータを返します。それでは今回はポート番号について一緒に勉強しました。今回の学習内容をまとめていきましょう。ポート番号というのはアプリケーションを識別するための情報です。宛先ポート番号、送信元ポート番号は L4 ヘッダに格納されている情報です。 Windows 環境であればネットスタットコマンドを使うことで自身が使っているポート番号の情報を見ることができます。ポート番号は大きく2つに分かれています。ウェルノウンポートともう一つがダイナミックポートです。ウェルノウンポートは0番から1023番、広く利用されているアプリケーションはポート番号が決められています。今回はウェブサーバーは80番であるというところは覚えておいてください。その他のアプリケーションのポート番号はアプリケーションを紹介した時にポート番号も含めてお話ししていきます。ダイナミックポートは動的ポートとも言われます。細かいポート番号を覚える必要はないと思いますが、だいたい5万番台から6万番台が使われているというところは覚えておくといいかもしれません。ダイナミックポートはクライアントが利用するポート番号です。それでは今回はポート番号を一緒に勉強してみました。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画参考になれば高評価、チャンネル登録をしてもらえるととても嬉しいです。それでは今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。